こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。さあさあ、リベンジマッチと、この音楽は、ブラッドムーンも兼ねてるのかな？様子を見ましょうか。ああ、そっか。もっと奥から来るか。ああ、そう。ああ、でもいいや。逃げるときは熊で逃げます。熊で出発します。ちょっと熊の魅力に取りつかれてしまいましたね。特に立ち上げの時のコインの稼ぎっぷりは最高に素晴らしかったんで、次の島にも熊を連れていきます。もういつでも逃げれるようにクマにしようかなと思ったんですけど、やっぱりさっきのがブラッドムーンですよね。で、今からリベンジが来るはずです。だからみんな待機してますね。こうやって、来た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 。さあ、カタパルト行け。よいしょ。多分空からも来るはず。空からはちょっとこのメンバーじゃ足らんぞ。来た。届かない。届いた。倒せるかな？無理でしょ、多分ね。倒せ。2匹か。どうかな？うわ、何今の？ルピーの聖剣好きくらったら、めっちゃ濃い。やばい。これは、クマ。行くよ。クマ。よし。行こう。やっぱね。何食べた？農家さんごめんよ。ここやられちゃうわ。はい、お金だけいただきますが、秘書いるかな？まあ、秘書いなくても。あ、で、後ろに乗せるのは、パンおばあちゃん。一応左足はもう、お金貯まってるはずなんで。ちょっと見届けると、桟橋に着くまでに、息が切れて、追いつかれちゃうと思うんで、もうあんな感じで、ちょっと、もう抜けます。ちょっと、助けられないと思います。ねえ、ちょっと左にいた、あ、しまった。左にいる人たちは、駆け抜けるときに、ちょっとコインもらわないと。3部隊いけるんだ。知らなかった。もうちょっとお金がある状態が良かったな。ほいほい。もうね、自分で稼ぎますから、私は。岸さんが食べとるやんか。あ、倒したかな。倒せてたっぽいですね。多分拠点の、多分拠点の、壁際でちゃんと撃退できてたと思いますね。色が変わったんで、通常色に。でも、まあ残ってる理由もないんで、次の
島へ行きまーす。さよならみんな。いやー、収穫のある島でしたね。いろいろ学べました。29日、さっきやられた時と同じぐらいかな。さっき30言ってたのかな。はい、ということで次はですね、こちらの島ですね、4つ目の島頑張りますんで、ぜひまた引き続きご視聴いただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。